んですか。はい、こちらヴィンテージコレクションというコレクションなんですけれども、うん、でこれがプーライスセンシアで、はい、濃度 100% の香水です。はい、女性像ももしかしたら、人間としての在り方みたいなものもちょっと今変えてもいいかな。ちょっと中村さんに今日は、ね、カウンセリングをしていただきたいなと思ってます。はい、かしこまりました。中村さんどうしよう。はい、何からやればいい。はい、まずその大草さんが好まれる香りって、はい、ものすごく考えることがお好きなんだろうなって思うんですよ。あとはその大人の何でしょう、男女とかを超えた色っぽい香りがお好き。好き選ばない香りの種類としては、うん、好奇心を優先する香りと、あとはその女を謳歌する香りと、面白い、あとは、サボる香りです。面白い。この辺があのお持ちじゃないなって思うんですね。多分私意外と真面目でしょ。はい、あの個人性ってすごいそこで考えるのお好きなんだろうなっていう気がします。 ずっと考えてない。こうやってちょっと丸裸にされていくわけですね。はい、あの香りは見えますね、その人の本心が。なのでじゃあそこからどう変えたいかでちょっとカウンセリングが変わってきます。で好奇心を優先するか、はい、女性性を謳歌するか、はい、サボるか。サボるか。面白いね中村さん。それ、はい、パッて自分の中に飛び込んできたのはサボると女性性。はい、2本選びたいなと思って。はい、かしこまりました。はい、はい、どっちの方が気になりますか。よりサボるにしようかな。サボるに。はい、はい、かしこまりました。そしたら、うん、何にもやりたくない日ってどういう日ですか。サボりたい時。二日酔いの日。あ、そういうことじゃなくて。あ、それでもいいです。雨の日で、はい、ちょっと肌寒くって、はいはい、布団の中でじっとしてたいみたいな日。はい、あ、そしたらその日をちょっと思い浮かべてください。はい、あとはできれば昨日までものすごい多忙で、はい、体も疲れ果ててる、はい、今日は私を甘やかしたい、はい、その気分で、うん、これだったらつけたいなって思うものだけ手元に残していただいて、はい、違うと思ったらどんどん引っ込めていただいてもらいたいです。もう直感でね。直感で、はい、なんか全部いいんだけど、どうしたらいい。ありがとうございます、よかったです。ちょっともう一回嗅ぎたいみたいなことは残してもいいですか。はい、あとは、うん、好きだけどってけどが入るものはやめた方がいいです。ダメ。あ、分かった、はい、じゃあもう一回やるね。はい、ここまでやってからもう一回やります。はい、なるほど。これがすごく難しい。考えちゃいけないんだよね。はい、例えば二日酔いの時つけられるか。あ、つけられる。はい。早い。あ、でも二日酔い大事なんですよ。大事だよね。大事なんですよ。2つ残った。でもこれは何かが私は今わからないんです。ね、これはタダでやっていただけるんですか。はい、もちろんです。買わなくてもいいの最後。あ、もちろんです、もちろんです。へえ、面白い。ではさらに5つ増やすので、はい、もう一度これを含めて同じことやっていただいていいですか。はいはい、いい、これで、はい、そこ残しておいてください。うん、あれ、大草さんって活字読むのすごい好きですか。好きです。音楽静かな方が好きですか。すっごくリラックスするときは音楽も聴かない。音楽は私を上げてくれるものだから。踊ったりするとき、ね、迷われる方って結構半日いらしたりするのかな。あー、そう、それはないか。一番長かった方で私3時間入ったことございます。え、それさ、今香りでどこに戻すか分かってるんだ。あ、はい、分かります。すごい。では最後です。はい、すごくそのサボりたい日の朝これをつけたら私今日自分を甘やかせるって思うものを最後に2個にしてください。うん、はい、雨の日、はい、ちょっと、ワインを飲みすぎた次の日少し肌寒いベッドの中でゴロゴロしたい、はい、猫も子供もやってこないでほしい夫。中村さん決まった。あ、決まりました。はい、うん、これとこれ。はい、少々お待ちください。絶対普段選ばれないやつ残りましたね。本当。はい、はい、お待たせいたしました。残った2つが、うん、奥さんから向かって右側に残ったのがラホベンノーチェという香りで、うん、白檀がメインの香りなんです。それはね、分かった。あ、すごい、うん、はい、サンダルウッドと、あとはアミリスっていうサンダルウッドみたいな香料と、うん、あとはローズウッドなんですけど、
その普段どちらかというと渋くて硬い木の香りを選ばれるので、はい、あんまり柔らかいところ行かれないんですよ。確かに。でこれお客様とかに伺うと寝香水に使う方がものすごく多くて、本当に寝るときとかもう何もせずに呼吸深くもう寝たいっていう日とかにすごく気持ちがいい香り。これ実は両方とも一番最初から順番変わっても残ってました。私それも思った。すごい。左に残ったのがリンという香りで、うん、これも日本のために作ってもらった香りなんですけど、うん、レモングラスとヒノキとピンクヒノキがすごく香りましたこれ、はい、でこっちは今度アプローチ休み方のサボり方のアプローチが違っていて、吹きたてがレモングラスものすごい爽快なので疲れを吹っ飛ばしてくれるんです。まずで最後そのヒノキが残るのでヒノキで今度ゆっくりサボるみたいな。私これね、温泉のお風呂の匂いみたいな感じだったの。そうです。で、そんなにガツンとくるわけじゃないじゃないですか。はい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 、なんとなくこうかすかな繊細な感じじゃないですか、はいはい。そうですね。それもすごくなんか自分の中では新鮮だった。はい。やはりその普段腰据えてその考える香りの方が多いので、ちょっと軽やかでちょっともういかなみたいになるものとして残ってます。こっちは多分。面白い、はい、でちょっと両極端なサボるなので、はい、あとはもう好みとか日にもよると思うんですけど、はいはい、なるほど中村さん、はい、私こっちがいい、あ、うん、はい、つけてみます。あ、つけてみる、はい、これ吹き立てぜひ香ってください。ちょっと深呼吸したくなるんですよ。レモングラスが来る。そうなんです。それがもう本当に疲れを飛ばして軽くしてくれるんです。私レモングラスも大好きなんですよ。気持ちですよね、はいはい、うわこれいい。これねちょっと日本の原風景みたいなのもあるんだよね、なんか。はい、はい、わかります。サボるときね。サボるとき用です。だから例えば朝はからんだつけて、はい、夜もうちょっとゆったりと、はい、本当になんか気の置けない友達とご飯を食べるときとかはこれを重ねてもいいってことだよね、はいはい、そうです。はい、寝香水でもいいし、はい、休日でもいいしみたいな、はい、例えば寝香水なんかはどこにつけたらいいの。寝香水は本当はもういくらでもやっておければ浴びた方が気持ちいい。上からちょっとシャワーみたいに上バーッとつけてそのまま寝るっていうのも気持ちいいですし、あとお風呂上がりにまずシャワー浴びた後とかにはい、ほてった時にまずつけておいてレモングラスですっきりして最後その残ったヒノキで休むっていうのが。中村さん天才だね。ありがとうございます。じゃあ自分を甘やかしてサボる香りはリンにします。じゃあもう一つ、自分の女性性をもうちょっと解放したい、もうちょっと認めてあげたいっていう時に何をつけたらいいか教えていただけると、はい、かしこまりました、はい、お選びします、はいはい、ちょっとじゃあ新たに、楽しいこれ超楽しい。何曜日勤務なのとか言って勤務はシフト制なんですけど。あ、そうだよね、はい、でも だいたい土日とか必ずいますね。いらっしゃる感じ、はい、そしたら今度、はい、さっきとは違います。その今日はもうじゃあファッションも決まりました、うん、でお化粧もすっごい今日のりがいい、髪もバッチリ、最後にこれをまとったら今日の私完璧、うん、これでディナー楽しいって思えるものだけ残してください、うんうんうん。全部違う。もう2本しかなくなっちゃった。大丈夫です。いいですか。はい、大丈夫。ここ結構クリアだね。はい、もう一度同じように、はい、はい、2本になった、はい、うんうん、すごいはっきりされてますね。あ、そうですか。はっきりされてます。これってさ、今まで出てきてない？あ、1個出したのありますね。そうだよね。あります。さすがです。そう思った。さっきつけたさ、リンがちょっとこうパウダリーな匂いになってきたね。あ、変わってきますよね。でその辺になると昼寝が気持ちいいんですよ。いい旅館のふかふかのお布団って感じ。そうです、そうです。しかも昼間、昼間入った後に伸びるみたいな。おっしゃる通り、これ昼間、はい、では、はい、最後4つ足してまたぐちゃぐちゃにしちゃいます、はい、で思いかけてください。やっと楽しみなディナーに行ける。もう服もすごいお気に入りなものを用意して口紅まで新調しました。今日これ最後にまとったら私今日完璧、すっごい楽しいと思うものを2本にしてください、はい、その後踊りに行ってもいいですか。もちろんです、はい、2本だよね。2本です。岡村さん決まった。あ、決まりました、はい、うん、これとこれ、はい、難しい2つが残りましたね。難しいってどういうこと、はい、女性らしさの種類が違う。なるほど。
最初から残ってるものある？ないです。ない、はい、向かって右側に残ったのが、はい、アランブラ、アンバーとアンバーグリスとローズなんですけど、はい、ちょっとそのエキゾチックなオリエンタルな色系、ちょっと湿度があるね、これね。そうです。なので真夏の夜とかが一番綺麗なんですけど、はい、はい、で、できればそのさらっと1枚ドレスみたいな、もうワンピースとかドレスとかで、うん、結構肌を出してる時で、できれば焼けててほしいんですけど。焼けてる？焼けててほしいです。でちょっと汗かいた肌とかにすごく色っぽい。じゃあ夏のダンスの夜にいいじゃないですか。そうです、そうです。左がラボニータという香りで、名前がもうかわいこちゃん。あ、はい、全然花梨、はい、の花とガーデニアと、あとはバニラなんですけど、これもやっぱり普段多分選ばれないですよね。絶対選ばない。なので別人になりたいときはそういう方がいいかもしれないです。ね、ここで香るときはもう圧倒的にこっちなんです、はい、もう鼻が記憶してるっていうか、はい、脳が記憶してるのかわからないけど、はい、普段全然選ばれない香りのを選ぶ時の、うん、ポイントはどのぐらい変わりたいかです、うん、いつもとちょっと変えたいだと多分そっちのアランブラなんですけど、うん、もうほんと別人になるぐらい服装もお化粧も変えてみたいとかだと多分左です。こっちにします。はい、わかりました。アランブラですね。はい、はい、アランブラにしましょう、はい、年齢がね、来年50になるので、ね、素敵。はい、だからちょっと新しいステージになるなっていう時に、はいはい、濃厚さみたいなもの、はい、あまり日本の女の人でそれって今までなかった感じだと思うのね、はい、そうですね。ラテンの人だったりとか、もしかしたらヨーロッパの女性とかっていうのはすごくあると思うんだけど、はいはい、それをちょっとね追求したいなと思ってたんですよ。素敵ですね、うん、女の人がこうある意味年齢を重ねていく、肌も変わって髪も変わって、はい、なんならいろんなホルモンのバランスが変わったりとか、はいはい、いろんなものが変わっていく、はい、独特の美みたいなものがあるとするならば、はい、どういうものだろうって、それをって思ってたから、はい、すっごいいいと思う。あ、もう素敵です。それだったらもう絶対アランブラだと思う。あ、だよね、はい、私ね変わりたいわけじゃないんだよね、重ねていいんだと思う、はい、うん、多分素敵ですね。面白い、ありがとう。もう涙が出てくる。すごい。では決定した、はい、サボる時の香り、はい、リンと女性性をもっと出したい時のアランブラ、はい、付け方とかあるのかなと思ったりして、はいはいはい、それを教えていただきたいなと思うんですけど、はいはい、リンの方は例えばこういった、はい、カシミヤのざっくりしたニット、はい、もう素肌にこう溶けるような、はい、染色もしてないナチュラルなカシミヤなんですけど、はい、もうじわーっと溶けていくような感じなんですね、はい、でこれで例えば家にいますとか、はい、あとまあ出かけたとしても、はい、家の近所かなみたいな、はい、そういう時ってどこにつけたらいいですか。そうですね、はい、すごくその香水っぽくない自然な香りなので、はい、裸の状態で全身にそのシャワーみたいに浴びてしまって、はい、その上からお洋服を着るともう何してても香ってくれるんですよ。なので伸びると思います。あとは足元にちょっと多めにこの辺、そうですね、もう私12プッシュぐらいやっちゃうんですけど、そうすると森ごと動いてるみたいになるんですよ。気持ちいいんです。それが歩くたびに何かするたびにリンが香ってくれる。下からそれはお洋服につけるってこと？はい、あ、素足、素足につけて、はい、その上からお洋服を着て。じゃあ基本的に香水をつけるのは、服を着る前でいいですか？はいはい、私もいつもそうしてるけど、はい、全身っていうのは何？髪の毛からってこと？あ、全身はもう、うん、肌という肌に、例えばじゃあ腕に3プッシュ、3プッシュ、足元にじゃあ6プッシュ、胸元に1プッシュ、背中ぐらいいっちゃうと、もうどこからも香るんですよ。本当にもうやっていい日はそのぐらいやると気持ちいいです。でこのスプレーもまたほらジュリアンのこだわりが詰まってるから、はい、ビシャッと来ないので、はい、ふわっと無酸する感じなんですよね、はいはい、霧のようにふわっとまとえるので、多い時は全身に、はい、もしくは足元に12プッシュぐらいがおすすめだ、はい、気持ちいいです。中村さん、冬木屋1833の香水って、はい、こうまあ、レイヤーしてっていいっていうふうに、はい、おっしゃるじゃないですか、はい、でまあ、ハカランダが好きなので、はい、ハカランダをベースにいろんなものとまあレイヤーしたりしてるんですけど、はい、このリンとアランブラ、この2つは混ぜてもいいの？そこ2つは、うん、今日テーマがほぼ真逆で探ってるので、うん、重ねない方がいいです。重ねない方がいいね、はい、別々で使った方がいい。違うもう、はい、気分の日、そうです、違うディレクションの日に使った方がいいということですね。そうです、はい、このハカランダとリン、ハカランダとアランブラはどうですか？ものすごく相性がいいです。あ、そうですか、はい、例えばリンだと、そのリンだけだとちょっと草原感というか軽やかさがあるんですよね、うん、はい、でおそらくそのハカランダずっとお使いになってて、はい、そわそわしちゃう日あると思うんですよ、これだけだと、はい、
そういう日にいつもの私の香りを入れるっていうことで、そのハカランダを入れるとそのすごく相性がいいですよね。そのベースがどんと重くなってくれるのと、うん、あとは草原にちょっと木も生えるみたいな感じになるので、ここ2つはもう大自然がもっと広がります。なるほど、はい、例えば昼間、はい、あのこれをつけて、アランブラ、はい、この組み合わせはどうですか。女性性をどのぐらい出したいかにもよると思うんですけど、今日はその女性性解放っていう日は多分ハカランダをちょっと抜いた方がいいと思うんですよね。はい、でやっぱりでもそわそわしちゃうっていう日に、やっぱりその中心というかにハカランダを入れておいて、背中とか出ている部分とかそういうところはもう全部アランブラです。いやなんか色っぽい、はい、広がる、はい、分かりました。じゃあそのようにレイヤーさせていただきます。ぜひ、はい、楽しんでください。はい、ありがとうございます、はい、中村さん、はい、ちょっと着替えてきました。はい、素敵、すごい素敵、はい、ありがとうございます、夜ご飯を食べて、はい、あのもしかしたら踊りに行くかもしれなくって、はい、っていうあのシルクに今レザーを重ねてるんですけど、はい、まあ、こういった時は、はい、アランブラ、アランブラ、はい、かなと思うんですが、絶対に、はい、ね、こういう時はどこにどうつければいいですか。まずそのデコルテとかこの出ている部分と、はい、もしその背中が出てたらもう絶対背中つけてほしいです、はい、背中ってさつけたことなかった、はい、あもう絶対つけた方が綺麗です。あの服を着る前に背中にプシュッと、はい、そうです、自分で、そうです。なるほど、はい、でそこからだとその香り方がまた上品なんですよ。後ろを歩いてる方がふわっと香るとか、ハグした時にその方の鼻にふわっとくるとか、そういう綺麗な香り方になるので、ダンサーに結構ターンするんだよね。あ、そしたらその時もいいよね。絶対背中ついてた方がいいですね。なるほど、じゃあ、はい、背中にまず、はい、はい、うん、とあと髪上げた時はもううなじやっぱりあった方がいいです。ワンプッシュずつぐらいでいいですか。そうですね、ただ踊りに行くってなると香った方が綺麗なので、うん、各2プッシュぐらいはあった方が綺麗かもしれないですね。はい、あとは踊る前に足元、はい、スカートが揺れて、そうです、香ります。で足元は6ぐらいもしかしたら踊る前だったらあった方が綺麗かもしれない。また違う香り方になるでしょうね。はい、なります。はい、ご飯の時とかってワインの香りだったりとか食事の匂い香りも楽しみたいなんていう時はどのくらいがいいですか。はい、胸元、服、お洋服の中にワンプッシュとか、なるほど、隠れるところに、そうです、あとは背中だけにしておくとか、なるほど、そういう方があのお品がいいかなと思います。もう目から鱗、本当に今日すごい発見がいっぱいありました。 ありがとうございます。中村さん、はい、今日は本当に充実したあのカウンセリングでした。よかったです、ありがとうございます。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。自分の違う枝葉が今日ちょっと見えたような、はい、あの気がします。オンライン上だったりバーチャルで体験することってできないんですよね、はい、だから私今こそだなってあの本当に思うんですけれども、はい、10月28日に発刊したアマークマガジンの方でも、はい、冬木屋1833、あとはこの銀座のギャラリー限定の、はい、ダマデノーチェ の、はい、あの記載なんかもね、あの取材なんかもさせていただいてますので、そちらの方もぜひご覧いただけたらと思うんですが、はい、中村さんも最後一言いただいてもよろしいでしょうか。あと銀座ギャラリーに来ていただけたら普段とは違う香りのご提案しますので、ぜひあのちょっと来るの大変かもしれないですけれどもお越しください。はい、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかった、すごい。